天神中央公園西側、アクロス福岡より、撮影天神中央公園は、福岡県福岡市中央区天神にある、県営公園である。福岡市を代表する、繁華街である天神の東端にあって、福岡市役所の東側、アクロス福岡の南側に位置し、東側は、中川支流の役員新川を越えて、中央区西中洲まで広がり、 中川に面している。行政上は中央区天神一丁目及び中央区西中須六丁目。総面積約3万千平方メートルの平坦な公園で、中央は広大な芝生の広場となっており、その周囲には木々が植えられている。北に隣接するアクロス福岡の南面が階段状に植栽が施されており、公園と一体化してランドスケープを形作っている。 この公園は、天神地区のオフィスなどで働く、人々のオアシスにもなっている。公園の南側には、福岡県再生会福岡総合病院がある。役員新川を挟んだ西中洲川には、福岡県公海道基金館があり、福白で相橋で中川対岸の中洲とつながる。1981年11月に移転した旧、福岡県庁の跡地を整備し、 1989年3月に完成した。都心部の空間を有効利用するため公園の地下には駐車場が設けられている。公園南側の噴水広場そばには福岡半径場跡の石踏みがある。これは、後藤元二が黒田長政から出本した折、元二実婚の僧、空誉れ商人が長政によって背中を裂かれ、 溶けた鉛を注がれ処刑されたことを供養するためのもの。西鉄天神大無田線西鉄福岡駅より徒歩5分ほど入園料無料。2011年3月27日より水上バス、福白港で愛船が福白で愛橋付近より発着。ありがとうございます。